はい、どうも、三平です。今回は今日ね、僕が実際に行う腹筋と足のトレーニングの、まあ、メニュー公開していきます。まあ、実際やりながらで、いつもね、普段多いのはこの懸垂とかディップスとかマッスルアップとか、まあ、そういったメニューの公開することはまあ多いんですけど、まあ、たまには腹筋とか足のトレーニングも公開していこうかなと思います。で、まあ、内容としては、まあ、動きとしては至ってシンプルなもの多いんで、まあ、ちょっと今日セット数とかも多いんで、まあ、内容としては中級上級レベル以上になるかなと思うんですけど、まあ、動きすごくシンプルなんで、初級レベルの方もまあ取り入れられるトレーニングのアイデアかなと思いますんで、まあ、よかったら、皆さん見ていってください。ではやっていきます。はい、じゃあまずルーティン1です。まず足からやっていきます。で、まずは、まあ、肩幅より若干広い足幅で行う、まあ、一般的なスクワットですね。で、これ下ろして、狭い可動域になるんですけど、ここでこういう感じで行うバウンシングスクワット、これを1,2,3,4 って感じで30回行います。で、30回行ったら休憩入れずにフルレンジでのスクワットを10回、はい、これ1セットです。で、これを休憩1分取りながら、10セットやっていきます。じゃあやっていきましょう。今休憩まだ1分したぐらいです。で、ルーティン2はまずジャンプスクワット1回して、でスイッチランジ左右1回ずつ、でもう1回ジャンプスクワットスイッチランジ左右1回ずつ、これを30秒間、ひたすら繰り返します。で、休憩1分、で、これをまた、10セットやっていきます。次はカープレイズ、あ、ふくらはぎですね。これを30回1、2やって10秒休憩、これを 10セット10回やっていきます。はい、行きましょう。10セットでした。はい、次腹筋やっていきます。はい、じゃあルーティーン次、1,2,3,4か4、次腹筋やっていきます。で、これもまあもう至ってシンプルです。まずホローボディーホールド30秒間して、その後休憩入れずに V アップはこういうやつ、はい、これを10回行います。で、これ休憩1分で、まだこれ10セットやっていきます。
こういう感じ。あと9セットやっていきます。はい、ルーティン4、こんな感じでした。はい、腹筋は以上で終わりです。で、まあちょっと足がちょっと物足りないんで、ルーティン後もうちょっとだけ足やって終わりにします。はい、よっしゃ、じゃあこれで終わろうと思います。最後もシンプルにいきます。最後はイーモム、イーモム ×10 で、まず10秒間このスクワットのボトムポジションでホールドします。で、15回のジャンプスクワット、これをイーモムで10回やって、今日はこれで終わりにします。では行きます。以上がね、今日実際に僕が行った腹筋と足のトレーニングでした。まあかなりシンプルな内容になってたと思いますけど、まあなんか参考になる部分とか、なんかこのトレーニングアイディアいいなとか思う部分、まあ少しでもあれば嬉しいかなと思います。まあ内容別に動きとかね、そんな難しいことしてないんで、初級レベルの方から、まあ、上級レベルの方、皆さん取り入れられるようなまあ、トレーニングメニューかなとも思いますんで、まあ、ぜひ一度、まあ、お試しください。はい、今日も最後までありがとうございました。またいいねとかコメントとか、なんだろう、シェアとか、はい、よろしくお願いします。はい、どうも。